はい、ベルドミール山中松山町。はい、行きます。集合パス、集合パス。アウトロックですね。集合パス、はい、ね、エレベーターと、はい、ベルドミール山中松山町 2LDK です。取っていきます。玄関ですね。はい、進んでいきます。まず右手、水場ですね。洗面台がありまして、洗濯パンしてます。で、お風呂です。お風呂広めですね。なるほど。で、玄関入って左手にお部屋あります。お部屋です。あれですね、広いですね。ここはね、一応 5.5 畳なんですけども、カットが、柱が何もないのでかなり使いやすいですね。広いです。で、収納も広いですね、これね。可動式クローゼットになってまして、これがね、動くやつですね。こういう風にね、端にね。これね、ウィーってやると、こういう風に全部出せれたりして、広く使えるタイプですね。こういう風にね、ズボンと使えるタイプの可動式クローゼットになってます。これ広いなぁ。ね。次ね、進んでいきます。右手トイレあります。トイレです。はい。で、こちらにも収納スペースがね、よくありますね。収納スペースあります。で、次リビング入っていきます。はい、リビングです。で、これですね、キッチン、ガスコンロ置き型です。置き型で、冷蔵庫置き場、ちょっとね、ふーっと取っていきましょうかね。リビングと 2LDK、 1L としても使えますね、これね。あ、 2DK ですね、すいません、 2DK でした、すいません。ダイニングスペース、ここは 5.5 畳で、お部屋が 5.5 畳ある状態で、ワンエルで使うのも便利かもしれませんね。感じです。ですね。で、ベランダ出ます。ベランダ。お、ベランダ広いですね、やっぱね。ベランダ広くて、外の枠、こんな感じです。ここ10階です。エアコンついてます。モニターホンもついてますね、これね。モニターホン。ですね。よいしょ。あ、こちらのお部屋もエアコンついてます。すいません、最後です。ベルドミール山中松山町 2DK でした。ありがとうございます。